プロスペース。さあ、ということで今回はですね、10連福袋こちらをやっていきたいと思います。まあ、じゃあどこの自チームにするかだね。でもここ最近全くガチャ運がないのよ。あの開封もさ、全くいいの引けないしさ。ソフトバンク、俺ソフトバンクだったら全員、まあ、一番いいのは千賀だね。千賀が欲しいよね。グラシアルもちょっと下がっちゃったからね。あとモイネロ、どれが誰が来てもソフトバンクはもう極みにできるんだよ。でロッテ、ロッテはちょっと俺のチームには必要ないかな。西武、森おかわり君、殿崎、平良、あここら辺もいいね。西武でもいいね。楽天、楽天にしたいんだけど、ブセニッツ、マー君、則本、浅村いるから前回当たりました、ね、うん、だからそこがちょっと微妙だよね。ハムはちょっと用事ないね。オリックも吉田欲しいけど、まあまあ用事ない。ジャイアンツ、坂本、岡本、サンチェス、サンチェスもいいのよ。岡本、サンチェスも極みにできてます、ね、できる。中川、中川もいいですよ、ね、うん、いいね。坂本、強靭、強靭ね。でも今村、ウィーラー、高梨、吉川とか、まあ、大城が当たっても極みにできるけどね。阪神用事ないね。中日、まあ、中日も今のところ用事ないね。DeNA も用事ない。カープも、まあ、用事ない。ヤクルト、ヤクルトいいよね。青木、あとは村上、村上欲しいよね。あと山田、ヤクルトもいいな。ヤクルトいいですね。うん、でもその他が用事ないんだよ。やっぱソフトバンクが一番用事あるね。ですね、うん、ソフトバンクか。ソフトバンクだと全員極めにできるんだよ。それでかくない？現状今ソフトバンクで3700の選手っているんですか？いない。1枚も。うん。ソフトバンクありです、うん。だからピッチャーだと東山とかもう5体いるからね。あとあの料理もいるしね、料理。千賀もいるし。ソフトバンクだな。ソフトバンクで行こう。ここはね。オッケー。行きましょう。あとその方が確定までに引けたら ね、 そうですね、うん、違うとこ行こう。まず購入1回目、でもさ最近全然運ないからさ微妙なのよ。ほら、しかも最近バットとか当たってもないし、サチコ見てないし、フラッシュもマットも飛べもせえへんや。なんなん、飛びもせえへん。ほら、京太2回目、ここですね。あ、1人確定、はい、OK。 マー君、山田、村上、坂本、千賀だね。ちょっと分かんないです。お、流れ星の道、2枚引き来い、2枚引きへんから。調子くん、レッツゴー。2枚引きへんかな、2枚引き。ここでレインボー、お、レインボー来た。ほらこれ2枚引きあるんちゃう。当たれ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 、あ、当たらんか。こう笑ったら2枚引きちゃう。ほら、あるんちゃう。栗山、ウィーラー、サンズ、ピープルズ、岡田、おい、けえへん、A もけえへんのか。来た、起きた。中島拓也、用事ない。俺のチームに。でも2枚ですね。2枚やんな、最後にも1枚。そうやな、来い。浅村こんないるのに被るか、こんないるのに、おかしいやん。3回目、確率2倍、これで当たらないですね。2倍、2倍、月だけ。うわ、これどうなんや、もう自信、おい、自信なくなってきたわ。はぁ、あ、取れへんのじゃん、飛んだわ。自信なくなってきたわ。
石川荻野、まあまあ荻野はいいね。最後4回目確定、ソフトバンクやな。ソフトバンク行こう。そんな他のチームにしたら用事ないやつに当たる可能性ある。だから千賀か、千賀やカモン。おほら、あびっくりだって自チーム、そらそうや、そらそう、自チーム確定やもん今見ためっちゃびっくりしてしまう。リプレイどうぞ。おほら、あおほら、あびっくり、自チーム確定やもん。お、今も全出し来てるよ、全出し。今まで、ほら全出し。ほんでこれで、わ、これ3枚引きあるよ。3枚引き来るかも。うん、流れ変わったよ、流れ変わったよ、流れ変わったよ。中田3枚引き行こう。4、5、あと半分普通来い。長野、あ、2枚引きだった。加山どうなんですかこれは。まあ継承できるよ、あるからね。ちょうど代打の神様やん。加山もどっちでもないしな。ソフトバンクの欲しい選手の中では優先度はかなり低いよね。これいくわ、4連福袋。流れ変えよう、ヤクルトや。4連福袋は1回だけ、いや何回もできるんです。無限、でも無限だと思います。そうなん、まあ、1回だけやってみよう、はい、これで皆さんお別れです。1回だけ村上よしくん、レッツゴー。こんだけ運がね、底ついていけば、このゴールド契約書がマイナスとマイナスはプラスになるやろっていうところで、ここで一気に流れ変えよう。これ多分10万あるやろ。最後の最後、これでさよならです。グッバイ。